皆さん、こんにちは。ひろきです。いかがお過ごしでしょうか？私はぐっすり眠って元気でございます。さてさて、アマプラタイムということで、アマゾンプライムビデオで今すぐ見れる作品を紹介しております。基本的には映画を紹介しております。今回はですね、これはまだデジタル化される前ですね。もう30年以上前の作品になります。はい。私はリアルタイムで見ました。はい。Field of Dreams という映画です。これ、名優ケビン・コスナーが主演なんですけれども、まあ、彼一人で演じてるに近いぐらい、他の人は全員脇役です。はい。ほんとケビン・コスナーってそういう、いや、作品作りが多いですよね。ボディーガードを除いては。ほんと一人でヒーローになる映画が多いですけれども。今回もそういう作品でございます。はい。じゃあ、一応、解説というか、紹介文読みますね。はい。それを作れば彼が来るという声を聞いたアイオワの農夫レイ・キンセラーがそれをもとに彼の夢を貫く物語レイ・リオッタ、ジェームス・アール・ジョーンズ、エイミー・マディガン共演のフィールド・オブ・ドリームスは多くの人たちの心を動かした傑作だ。夢を貫こうとする人に捧げる感動作。評価 4.5 になってますね。6060人が評価しています。この映画そんなに良かったでしたっけ？いや、良かったですよ。良かったですけど、4.5 ですか。結構びっくりですね。はい。私の予想を超えていました。はい。まあ、野球が好きな方、特に野球選手に憧れを持っている方は、必ず見た方がいい映画です。はい。必ず見た方がいい映画です。はい。これはもう言えます。だこれはちょっと、男の人しか、ちょっと感情移入しにくいところがあるのかな。まあちょっとこの主人公も荒れるんでね、途中。はい。PG-12 になってますね。感動作なのに。はい。まあ、しょうがないですね。こればかりはね。そういうストーリーなんでね。はい。まあ、野球好きの方はもうぜひご覧ください。今すぐ見れますから。今すぐとにかく見れますからね。はい。ということで、今回ご紹介した映画は、ケビン・コスナー主演の Field of Dreams でした。それでは、アマプラ万歳ということで、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。いいぞ、アマプラ。いいぞ。